願いします。お願いします。なんか俺書いたかな、なんかに書いてない。FM ギノワン、お聞きの皆さん、こんばんは。時刻午後8時30分回りました。ここからは沖縄ツーリズムラボのお時間となってます。研究員の伊藤一人でですね、今日は生放送でお送りしてまいります。ということで、今日、ザトシはですね、家事都合。いや、違うな、これは。仕事都合のためですね、お休みということで、久々のアローンラジオとなるんですけれども、まあ、本日、まあ、伊藤さんもですね、元気よく沖縄県は宜野湾市にある FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしてまいりますので、どうぞこの後午後9時まで私とお付き合いいただければなと思っております。そして、ですね、今日もラジオを聴きの皆さん、そして、ツイキャスなどからご参加いただいている皆さんからのメッセージ、どしどしお待ちしております。今日は僕一人ですので、できるだけ皆さんと対話をしたいなというふうに思っているので、まあ、一人でぼちぼちお話もするんですが、まあ、気持ち YouTuber になりつつ、なんか伊藤さんに聞いてみたとかね、聞いてみようみたいなのもこの際受け付けようかなと思ってますので、まあ、どんなことでもいいですよ。答えられる範囲ガンガン聞いてまいりますので、ぜひ、メッセージまたメールでご参加いただければなと思っております。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ということでございます。さて、いよいよですね、またまたコロナさんが、蔓延して、いろんな至るところでマンボウが適用されてね、FM 宜野湾が入っているビルの駐車場も車がないということでですね、嫌だな、僕なんか FM 宜野湾でラジオさせていただいて、ここの駐車場が満員になるのをしばらくちょっとの期間しか見たことないんですけれどもね、皆さんのお住まいの地域でもですね、まあ、コロナが、また増えているんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ワクチン打ったからというよりもね、今しばらく、もう少しだけ、まあ、もう少しだけと早い2年になるんですけども、辛抱しながらですね、できる限り耐えながら、楽しくやっていきましょうということで、まあ、こんな社会の中でだから、いや、こんな社会だからこそなんですがね、いろいろぐち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 したくなる時期でもございますけれども、なんか最近ね、ネット記事でね、やたら文句ばっかり言う人みたいな記事があったんですよね。まあ、僕も、わりかしいろんなところでぐちぐちはしてるんですけど、僕考える中でですよ、まあ、世の中には、いい口、質のいい口、悪い口というのがね、まあ、あるんじゃないかなと思って、一時期そんな中からよりすぐりのいい口だけを沖縄県に集めないかなと思って、そういい口を沖縄で集めて、その口の解決方法は社会を変えるんじゃないかなというふうに思っててですね、そこでみんなでこうね、まあ、いい口を出し合って、その解決方法をみんなで考えてすっきりしてもらってね、まあ、愚痴の解決することだけがすっきりじゃないじゃないですか。あ、俺だけじゃないんだこんなこと思ってるのとか、あ、俺って意外とマシな方だったかも的なところでね、心がすっきりした後で、まあ、一緒に沖縄を楽しもうぜみたいな、メンタルヘルスツーリズムとかやったら面白いんじゃないかなと思ってたんですけどね、その需要どうですかね。まあ、コロナが落ち着いて、いろいろと旅ができるようになれば、まあ、FM 宜野湾お聞きのですね、まあ、全国つつ裏裏の皆さんと木曜日あたりぐらいからメンタルヘルスツーリズムをして、この番組にみんなで来て和気あいあいと沖縄からいい声を届けようじゃないかということもね、企んでおりますので、ぜひ身の回りにあるいい口貯めててくださいね。まあ、悪い口ってどんなことかっていうと、僕の中の悪い口って判定基準が一つありまして、自分で努力しない人の
ね、他力本願系の愚痴はね、僕悪い愚痴だと思ってますね。まあよくいるじゃないですか、もっとあの上司同棲ね、こうやればもっとうまくいくのに、うちの会社もっとこうやればうまくいくのに、あの人もっとこんなやればうまくいくのにみたいなところでね、まあ、アドバイスしたところ、どうせ行っても聞かんよとかね、そういうの僕あんまり好きじゃないですよね。どうせ私一人がやってもダメだよとかね、まあ、それはねちょっと他力本願すぎてちょっとあんま好きじゃないんですけれどもね。だからなるべくね、私だったらもっとこんなやってみようとかね、なんかまず自分から行動できるような、いいようなね解決愚痴があれば、それをみんなで解決したいなというふうに思うんですけども、いますよね、身の回りにそういう人。僕もいますよ。そういう人たちと付き合うってなんか楽しくなくない？なんか僕ダメなんですよね、結構。もう何年か言い続けても、もうじゃあいいんじゃんとかやたらいるんですよね。退職するとか辞めるとか何かをするっていうのも不安ではあるとは思うんですけども、まあ、それもせずに、その自分が思ってる愚痴を解決するにはね、偉くなるぐらいしかないですからね。僕 もうこういった相談いっぱい受けるんですよ。仕事柄なのか人柄なのか、まあ、辞めるか偉くなるしかないよねってしかも言えないんですよね。それ言われるとな、まあ、相手も辛いんだろうけど、でも俺辞めたしなとか、だったら一人でじゃあやってやるよって動けたよねって話をすると、それは伊藤さんだからできるんだよって言うけど、僕結構あれなんですよ、大した学歴もないですし、建築しかやったことないけど、まあまあこのコロナ禍でもどうにか楽しめられるようなぐらい人生は、まあ、なるちょっとでも豊かかなと思うので、まあ、ぜひね皆さんもそういったまず自分から動いてみようぜ的なところがね、チャレンジできたらいいのかなっていうふうには思うんですけれどもね。なんか、そういった人たちとの付き合い方、まあ、どうしていこうかなって僕の悩みなんですけれども、そういった人たちとの付き合い方、すみません、僕も皆さんに聞いてみたいので、ラジオお聞きの皆さん、こう周りで文句ばっかり言ってる人とか、ぐち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 してる人とのお付き合いの仕方、あればそこも教えてください。僕あの結構ぶっ飛んでるから、なんかすぐ、まあ、2年ぐらいは我慢できるんですけどね、まあ、それ以上になるとなんか冷めて気持ちも入らなくなって、あ、もうこいつらと言ったら俺に負の連鎖が来るわと思って避けてしまうからな、なんかないい方法ないかなと思ってるんですけどもね。まあ、今週そういえば世界をねびっくりさせたあの地震じゃなくて火山、海底火山の噴火、びっくりしましたね。やっぱ地球は生きてるんだねとか思ってね、ショックだったのがあって、ただ何がショックだったかと、僕まあ夜中ぐらいまで起きて、まあ、僕も結構あの正常性バイアスかかってるんだなとは思ったんだけど、まあ、住んでるところも一応は近くに海があって、まあ、ちょっと高い丘があるから、まあ津波の高さ的に安心してたのはあったんだけれども、翌日ドライブをしてたら海のところで散歩してる子供連れとか、あと海のところでカヤックしてる人とか、もっとひどいのはこの河口でキャンプしてる人たちをいっぱい見たときは、結構あれはびっくりしましたね。あ、こんな感じで、これが俗に言う正常性バイアスかと。まあ、僕もね、車でちょっと高いところから見て、ああ、こういう感じかな、何もなければいいのになっていうふうに思ってて、で、ちょうど時間が午前中ぐらいでしたよ。あの時に、潮は引き潮でした。引き潮で結構今日、川の中で早くねっての思ってたら、こう引いていくのがねちょっと早いんじゃないと思った時に、15分ぐらいしたら潮が昇ってきてるのが明らかに見えたわけ。葉っぱが上に上がってきてるんだけど、これはもしかしてとか思いながら、ただ誰も気にしないんだねと思って、あれ恐怖よね。キャンさん、結構ああいうのってやばくないと思わないですか？見てて危ないですよ。危ないよね、はい、あれってどうなんだろう、あの辺で、あれで、まあ、変な話なんですけども、亡くなった時とか、はい、誰かを亡くした時にこの人たちは後悔しないのかなっていうのが、うん、一番なんか恐ろしいなと思って、うん、まあね、ほらでニュース見てたら、東北の方々はやっぱり一度経験してる、うん、一番ね辛い思いしてるから、やっぱちゃんと避難してると、これだけ違うかっていうのがあってね、ちょっとショックだったな。僕の知り合いに沖縄県で危機管理をやってる方々がいるんですけど、その人にちょっと LINE してみると、恐ろしいことだよねって言ってね、やっぱ言ってましたよ。でこれ本当にね、例えば沖縄観光オンシーズンだった時に、この観光施設だったり、アクティビティ提供会社の方々っていうのはそれに対応できるのかなっていうのは僕もやっぱり不安だったなっていうのが一つで、そしてあとね、各メディアにちょっとメール的なので送らせてもらったんだけど、やっぱ
インフォメーションありますよね、津波で逃げてっていうのをどうにか英語でも話してほしいな、うん、せめて英語、スペイン語、ポルトガル語、まあ最低でも英語、うん、やっぱ日本にはね、まあ、多くの海外の方々もいるから日本語ばっかりで、まあ、喋ってるのを見てても何事かなぐらいでしか多分思わないと思うのでね、なんかそういったところもうまくいろんな人たち、まあ、多様な社会を受け入れましょうよ、多様な社会を築きましょうよって言ってる中だからな、なんかうまいことできんかなとのは考えさせられましたね。さあ今日は一人ですのでね、のんびりと、お話もしようかなとは思うんですけれども、いいね、こんな僕一人でも雑魚がいなくても構ってくれる僕には仲間がいるっていうのはなかなか、頼もしいですね。伊藤さん、雑ちゃん、キャンキャンさん、こんばんはということで、すいません今日は雑魚がいないんですけれどもね、カッボーイさん、気温が上がったね、なんか明日明後日24度とかまで上がるっていうけど、ラッキーですよ、僕明日お仕事でですね、お外を歩かないといけないので暖かい方がいいですね、うん、あ、これはいいですね。スプリームさんこんばんは、ルパンさんということでね、マジで本当にうちのスキー場もやばい感じですと、近くのスキー場はクラスターが出て営業中止、オーマイガールですということでね、うん、やっぱみんな被害食らうよね、超嫌だよねこういうの ね、まあ、ね、僕も2年間ぐらい活動休止中なんですけどもね、前向いていきましょうか。あ、今日はザッちゃんが休みか、珍しい、そうあいつ休み確かに珍しいですよね、うん、あいつ出張、まあ、出張か仕事かっていうところでねあれなんですけれども、日本人の悪い意味でいいところは喉元を通り過ぎると暑さを忘れられるところ、まあね、そうなんですがね、ここはね、ここばかりはもっと命のね、大切さって、まあ、自分もね多少は外に出てたよってのはあるけれども、やっぱりびっくりしますね、さすがに海の横で歩く遊ぼうとかそういうのは多分考えないかな。はい、カッボーイさん、なんか合わせの方は逃げてる渋滞があった、ああいいことですよね、松田和俊さんがお酒飲んでたからと、ああ民謡歌手ですね、和俊さんがお酒飲んでたからサイレン鳴って逃げるってなった時に一番最初に、なんだこれ、水筒に水割り作って後で気づいたら大変だった、三振持たないとダメですよね和俊さんの場合、和俊さん三振持とう、でもやっぱり思うんだはずね、民謡歌手とかあれ一番宝物じゃないですか、三振でね、はい、あれは確かに思うな僕は三振は家にかけてあるからちょっと高いところにあるから大丈夫かな、でも家がなくなっちまったら大変だからな。さあということでね、まあ一人で喋りながらもいよいよもう簡単に15分ぐらい喋っちゃいますか、ということで一曲いってコマーシャルいきましょう、今日はソウルキャンプビッグママ。なんか田原総一郎さんの番組で政治家に文句ばっかり言ってるけど、いつも特に淀川の分かるな、田原総一さん、あれあの人の番、いやあの人のじゃこの話しようか、そう、あれなんかあれどうなんだろうなと思うんだよ、朝まで生テレビでしょ、はい、うん、だから見てたら楽しいですけど、はい、エンターテインメントですね、そうそうそう、で何やかんだ言ってみんなさん集まってくれるってことは田原さん慕われてるんですよね、本当にあの人もパワフルやね、はい、俺一回応募しようとしたんだけどダメだった、話してみたいですよね、一応、うん、面白い方ですね、いろいろ整理して話したい、なんかいや無理だな一人大体何分か、大体切られますからね、はい、あの人に気に食わないこと言ったらね、うん、これ何年ぶりかよ、10年前ぐらいぐらいです、めっちゃ入りましたね、いきなりね、目覚ましとかでも流れてたしね、自分生で聞いたことあるんですよ、あ、すごい、あの、確か多分学祭に来てたかなんかで、あなたの娘、超懐かしい、懐かしいですね、本当にありがとう、どうなるんだろうね、プロ野球キャンプもそうだしね、先進式もだし、うん、あのなんか18歳で成人式が嫌だって騒いでる人たちいるじゃないですか、はい、まあ、分かりやすいですよ、はい、なんか考えても想像つかなくないですか、酒が飲めない成人式って本当にそうです、ね、成人式引く酒って考えたら考えられないけど、でもあれそんな騒ぐことなんですか、まあ、治安が悪くならなくなるっていうのはいいことかなって思うんですけど、なんか行政に、はい、あの陳情書とか出してるじゃないですか、はい、別に行政って成人式をする必要はないじゃないですか、はい、基本的に
なんかやってもらってるんだったら、なんかありがとうって言うから、自分たちで二十歳でやればいいじゃないですか。あの会場とか自分でお金借りて、じゃ自分たちがやりたいように二十歳でやりたいなんですよ。別に向こうがやるものに合わせる必要ないですよね。そうそう、要は行政って別に基本必ずこれをしなさいって法律があるわけじゃないですか、はい、やってあげてる側だからどうなんだろうなって難しいところではあるんですけど、でもどっかで変えないといけないじゃないですか。あれむずいよね。まあ一応成人式っていうのはやっぱりこの一旦離れたメンバーがまた集まってっていうのが楽しいっていうのは、そう、それが目的であれば18歳でもいいじゃないですか、はいはい、確かにそれが楽しいっていうのは分かるんですけど、まあでも、まあ、自分たちで計画すればいいんじゃないかな。そう、グラデーションがつけ方がないじゃないですか、はい、徐々にじゃあそうしていこうぜって、うん、多分年齢的なところだから、だったらじゃあ19に下げて18に下げてっていくか、はい、あれむずいよな。まあなんかスパッと切っちゃってもいいと思うんだけど、嫌ならねっていう。じゃあ曲が終わりそうなので一回前かけますね。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしております、沖縄ツーリズムラボ。この時間は各社の提供でお送りしております。びっくりした、咳込んだけど前から言ってたかなと思って。びっくりした、なんか ネタになりそうな面白いことないかな。やっぱ火事、昨日は絶対あれ火事だったと思ってんだよな。ちなみに噴火した今回の海底火山の名前がめっちゃ面白いですね。あれ絶対言えない俺。噴火と、あ、噴火トンガ、噴火トンガなんとかかんとかっすよね。噴火トンガハーパイでしたっけ。そうそうそう、あれは多分言えないわ。早口言葉みたいな。そう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 、最初みんなアナウンサーも戸惑ってたもん。はい、では間もなくです。いいっす。5秒前、3、2、1。沖縄県宜野湾市 FM 宜野湾天空スタジオから生放送でお送りしております、沖縄ツーリズムラボ後半戦なんですけれども、カポイさんまたまたありがとうございます。まあ、海底火山の話は名前よ、言いづらい、あれあれちょっとした早口言葉、夜中のニュース見ても何、最初この人噛みすぎじゃねとか思ったんだけども、なかなかあれが正式名称だったみたいですね。また軽石出るのかな、あんだけのね、え、確かに確かに軽いし、僕も思いましたね。でも本当地球って生き物だよね。なんかこの前調べたら地球のやっぱ、ね、約 71% がやっぱ海で、僕たち、まあ、陸上生物ってこのでっかい地球の 30% もないぐらいのところにね生息させていただいているわけなんですけども、やっぱそこら辺ね、そんな中でまたこれ島もできてはなくなり、できてはなくなり、あの海底火山のところも本当は一つの大きな島だっただけども、今回の噴火でまた二つに割れたみたいな感じでね、地球のこの自然の威力は半端ないなとか思いますね。そんな中でね、まあ本当に僕もね、旅したいな旅したいなってずっと思いながら、この前のやっぱりね思ってた、あの旅したところのコミュニティ FM 放送局からラジオをするってのはきっと面白いなと思って今徐々に企んで、次の日まで考えてたんだけど、マジでやろうと思うんですけどね。なんかどっかここに来てとかあったら一番行きやすいんですけどね、うん、なんかあれないですか、 FM 宜野湾こう姉妹局みたいな。あ、沖縄県内です、県内、県外で、県外で、はい、今のところないですね。ないか、くそ、作ってやろうぜ。作って俺たちが伝道師になればいいのか。よろしくお願いします。よし、多分もう今年明ければね、今年中にはいろいろ旅できるでしょう。なんか1曲1曲、あ、それもやりたいね、うん、10曲制覇したらなんか FM 宜野湾の局長からなんかお祝いしてもらおうかな。県外のコミュニティ FM 放送局から FM 宜野湾をつなぐプロジェクトの、はい、ね、10曲目指して、で自分で企画を持ち込んでいくとかね。あ、いいですね。そういうのをやれれば楽しいかもしれないですね。地域の人たちと番組にお邪魔したいな、単独でやるよりは。で向こうのこうなんか青森でやりたい、マジで。あの青森で昨日も、
取引先の方、青森の方から電話いただいたんですけども、やっぱいいよね、全力でなまってくれるっていうのはね。なんかやっぱ関東の人とかだとあれ、あと関西と福岡、青森はね全力でなまってくれるなと思ってね、なんかああいうのもいいっていう。僕も多分全力でなまってるんだろうな、まあ、たまに出るぐらいかな。僕東京いた時ももうあれだったんですよね、現場の監督さんとかにも、まあ、方言はどうにか共通語に変換できるところはするから、まあ、訛りだけは勘弁してよねみたいな話してたんだけど、やっぱ最初はみんなずっとって言われたんだけどね。沖縄の人はね、これこの悩みは多分自分では訛ってないからな。小学校の時さ、県外から教育実習の先生とかやっぱ来たら、みんな沖縄の子一斉に言うもんね、先生訛ってるみたいなね。今考えたらアホだよな、あの時の自分。本当に小学生って恐ろしいな。僕たちも首里城の横にある城西小学校ってとこ僕出身なんですけれども、やっぱり城西小学校、首里城の近くにある、あの時はまだ首里城はなかったかな、まだない時だったんですけれども、工事中ぐらいの時でしたかね、やっぱりあの時からこう司令の門とかあの辺はやっぱ観光客の人たちがいっぱいいて、歩く人全員になんか死になまってるねとか、あと外国人がいた時にわっちゃねーわっちゃねーとか、多分これ P だろうかな、 P じゃないと思う、大丈夫かな、 You fight me all over とか、やっぱりなんか覚えたてのなんかよくわからん英語、小学生の恐ろしさよって今考えて、多分言ってる人いると思うんだよな。わっちゃねーも多分いるんだよな、わっちゃねーMy name is とかね、やっぱ言ってて、はい、あとはこの You fight me all over のよ、このオールバーも英語と思ってたからな、あの時は。今考えたら超恥ずかしい、 You fight me all over って恐ろしい子、多分雑魚に行ったら怒られるんだわ、ほんね、行ったらダメですよみたいな。めっちゃ言ってたわ外人に。あとなんかね、小学校の時はね、やっぱあの辺にいたから、こう首里のウフアカギって言って、下がなんか上と下で違う木があって、そこが戦争での時から奇跡的に残ったのがあって、みんなそこにこう50円とか100円とかこの木にどんどん刺してて、俺たちは夕暮れ時に行ってそれを抜いていくっていう、なんと罰当たりのことをしてたんだろうなっていうふうに思うんですけどもね。あんな時代もあったなと思うんですけどね、この首里城の周りも非常に綺麗になってきたなというのがね、まあ沖縄の今でございますね。国際通りもな、あんな綺麗じゃなかったしな、アベニューが逆だよね、アベニューはめっちゃ綺麗だったのに、なんか最近ちょっと暗くなってるなと思うんですけど、またねちょっとあの辺も多分変わってくるんだろうなとか、はい、びっくりするわ、チャタンもなかったしな、新都心も全部フェンスだったからな、あの時はな。そういうのを考えると時代はやはり進化してるなというのが、特にね、僕が東京行って 7,8 年ぐらいか、沖縄戻ってきた時で、まず迷子、ハエバルも変わってるし、特に那覇空港からタクシー乗ってグッシャンに行くときにですよ、タクシーの運転手に、え、兄さんどこまでねと、あ、グッシャンまでお願いしますって言ったときに、糸満に橋で渡るか高速でって言うから、ちょっと待ってと、グッシャンに行くのに高速はないだろうと思ったらね、あの那覇空港道とかができてたから、あれもびっくりしたしな。あとはもう本当にね、これから沖縄がどれぐらいになるか、どれぐらい進化するかってのと、本当にね、あとコロナが落ち着いてもっと賑やかにしていくっていうことをね、考えないとあかんな。尻の子供はなかなかのうまくだな、本当にそうって、いやあの時の多分小学生はみんなそうじゃないですか、沖縄の子供全体がうまくだったんじゃないですかね、思いますよ。あの時多分小学生って一番怖いもの知らずですからね、はい、本当に俺なんか変な意地とか持ってたんだよな、高いところから落ちて内臓破裂したんですよ、僕内臓破裂をした過去を持ってて、先生呼んでくるって言ったら、え、恥ずかしい、やめれとか、自分ではどうにか頑張れるんだけど、あのその観光客が多い通りを僕はね、ほふく前進で友達の家まで帰って気絶したのは覚えてます。あれはね、あ、死んだなと思ってね、はい、あれは死んだと思いましたね。小腸13センチぐらいかな、摘出するっていう親不孝者、小学生の時にあんな親不孝をするなんてひどい。でなんか親が、え、おかん入れましょうなとか言うから、お母は怖いからやめて、音にしてとか言いました。これが多分俺が記憶が落ちる時の最後の言葉。
いや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 、あれは自分で言ったのも覚えてるな。いつもお母に怒られて、お母は怖かったからな。さっき亮太にもね、つながるんですけど、まあそんなお母も今また元気だからな、長生きしてほしいなというふうに思いますが、まあ、あっという間の30分ということでね、また来週は、座頭も交えてですね、ワイワイガヤガヤラジオをしたいと思いますのでね、ぜひ来週もまた FM ギノワン8時30分金曜日8時30分から沖縄ツーリズムラボよろしくお願いいたします。皆さんもね、健康にはくれぐれも気をつけながらまた、来週お目見にかかりましょう。そして、なんと僕たちのお友達ユータムロンが今週いっぱい来週いっぱいでラジオが終わりということなんですけれども、うん、まあ、聞いてるかな、ね、たまにはツーリズムラボにも、遊びに来てもらって、今何やってんのっていう緊急報告はできるように我々も準備してまいりますので、ぜひ皆さんからもね、ユータムロンに声かけてあげてください。ではではお送りしました FM、 あ、失礼、沖縄ツーリズムラボ、この時間は各社の提供でお送りしました。ではまた来週。本当になかなかのうまくですよ。アホかなと思ってました。でもお母さんの怖いのは僕も共感します。ですよね。ですよね。自分もあの左指落とした時の、あの入院、あ、手術も終わってもう母親と二人きりで、あの病室でこう看病される時が一番怖かったです。そう、じゃあ俺どんな切開されるかな。本当に、しかも俺夏休みの前日だったんですよ。明日から夏休みっていう時だったんですよ。そういう時にで職員長会やってるじゃないですか、終わって、はい、でみんなが先生呼んでくる。うちはお父さんだった、ガンボーイさん。いや、音はもちろん怖いですけど、はい、なんかあの時はなお顔が怖かったんだよ、イメージ。音は可愛かったっすよ。救急車の中でなんか僕の名前、救急隊が呼んでるんですよ。はい、い大丈夫かみたいな、名前なに伊藤の力ですって言ったらね、音がお父さんの名前じゃねえ。息子さんの名前ですからって。最高ですね。最後なんとかですって言ったら、いやいや息子さんに答えさせてくださいみたいな。ああ、パニックってたの、多分チーム入ってたから。ああ、慌ててたんですね。そうそうそう。